社有キ帝玉仙園は、石川県金沢市に所在する、地仙海遊式庭園である。園内には、金沢最古の茶室、社有キ帝や、裏仙家館運帝の写しの茶室がある。江戸時代初期に、加賀藩市、脇田直方から四代、約100年かけて、脇田邸に策定された。庭の名前は、前田敏長の性質玉仙院にちなむ。 この地方の都市部としては珍しい水場所が自生する。明治初期に脇竹が移住した後、数回の転売を経て、西岳に渡り、長く非公開であったが、昭和46年から公開された。1959年11月に、社有き定路地が金沢市の指定文化財として、1960年5月に、全庭が石川県の指定名称として指定されている。 主庭池と関雲亭玉千円は総面積約2,370平方メートル。剣六への樹木を背景とし、山半崖地を利用した上下二段式の地仙海遊式庭園で、策定は、加賀藩大将将頭であった脇田直方の台に着工され、四代九右衛の台にわたって完成されたもので、本には、西には、到底の三庭からなる。庭園内に茂る。 巨木類は、策定以前から茂っていたと伝えられている。玉仙園の名は、加賀藩二代藩主、前田利長の正室玉仙院から取ったもので、策定者、脇田直方は、玉仙院の配慮によって妻をめとり、脇田家を創設したというゆえんがある。また、地仙の水源を、剣六園の鬼神灯籠付近の極水から引いている。事実は、策定者と藩主との信仰が深かったことを、 物語っている。本、庭祭上段の社ゆき定路地は、面積約570平方メートル。社ゆき定の名は、脇竹二大投主樹能が、藩の招きで来藩していた儒学者、木下淳安が本庭園に遊んだ際に読んだ詩の一節、非戦影行記社から取ったもので、淳安自身の命名になる。本席は一条に、代名二条の利休の詫び音を尊ぶ簡素な席で、 金沢市内に現存する茶室としては、年代的に最も古いものとされている。玉泉園、茶行規定路地とも、明治38年に、西田家の所有となり、二代目、当主義三郎三代に一郎四代、時代の三代にわたり、個人の手で維持、管理されてきたが、昭和46年4月、財団法人にした家庭園保存会の設立により、当保存会が寄贈を受け、 一般公開されている。玉千円の築堤が全国に6例が確認されるだけで、幻の様式とされる玉缶流で行われていることが判明している。玉缶は中国南宋時代の画奏、カオル玉缶のことである。カオル玉缶は多くの絵を後世に残しているが、元禄7年に京都で刊行された古今佐道全書の第5巻の巻末に3枚の山水図が、 掲載されている。その3枚の山水図のうちの1枚が玉泉園の東滝を中心とした崖地部分の策定と告示していることが最近の調査でわかっている。玉川流庭園の特色としては月山を2つ設けてある月山の間に滝を組んである滝の上部に石橋を組んである石橋の上部は洞窟式になっているといった点にあり玉泉園はこの4つの特色がすべて備わっている。 ありがとうございます。